はい、こんにちは。フォトジャーナルプレスのゆうです。今日は、そろそろねソニーから発表がありそうな APS-C のミラーレスカメラについて、今ね噂されている情報と、僕のね予想というか、もうこうあってほしいというような内容をね雑談ベースで喋っていこうかなと思います。今ね海外のね情報とか見ると、ソニーのね APS-C カメラの噂が上がってきてまして、噂ではねおそらく5月末ぐらいに出るのではないかなっていうような感じですよね。で当初はねこのね α6600 の後継機みたいな感じで、フラグシップの APS-C のねミラーレスが出るのではないかなっていうふうに噂されてたんですけども、ここ最近話が一変してまして、このね ZV-1 のような Vlog 向けの、このレンズ交換式のミラーレスが出るのではないかなっていうような情報に変わってきています。でそのためねこの α6000 シリーズとは別の名前で、リリースされるのではないかなっていうような感じですね。カテゴリーとしては、こっちの Vlog カムっていうようなカテゴリーで出るのではないかなっていうふうに言われています。で噂情報から見ると、現状のねこの6600や6400と同じような2400万画素、最初はね画素数が上がって3000万画素ぐらいになるのではないかなっていうふうに言われてたんですけども、現状と同じ2400万画素で来るのではないかって言われています。で先ほども言ったようにハイエンドモデルではなくて、Vlog カムとして、このね α7C ですね、 α7C のようなボディ形状で、さらにコンパクト、APS-C なんでさらにコンパクトで、α5000 シリーズっていうのがあったんですけども、今も売られてるんですかね、5100とか5000とかそういった感じの、コンパクトで Vlog 向けの APS-C のミラーレスではないかなっていうふうに言われています。ということでね、レンズ交換式の Vlog 向けのカメラって言ったらね、パナソニックから出てたんですけども、ああいった感じのイメージになるんでしょうかね。はい、ということでね、噂はこの辺なんですけども、もうね製品としてはね5月末ぐらいに発表されるっていうふうに言われてますので、もう商品の方はね出来上がってると思います。なのでね、勝手に僕の予想も含めて、こういうカメラでやってほしいなっていう風な感じで雑談程度にね話半分で聞いてもらえたらなと思います。はい、ではねこっからは僕の勝手な予想ですね、予想と動画向けのカメラで、こういった風な感じだったらいいなっていうのを話していきます。で基本スペックは僕はねもうこの α6600 をベースに Vlog 向けに変更してきてるのかなと思います。というのはね、6400はね、ボディ内手ブレ補正とか、動画時の瞳 AF が入っていないので、ベースはね、この6600かなと思っています。でね、ZV-1 にしても、この α7C、これは Vlog カムじゃないんですけども、α7C にしても、最近のね、ソニーの傾向からすると、ZV-1 だったらね、この、既存の RX100 で、α7C だったら α7-3。みたいな感じで、他にはねこの α7S3 だったら、FX3 みたいな感じで外観だけ、動画向けにして、中身はねそんなに変わってこないんじゃないかなっていうふうに僕は感じています。なのでねこの α6600 をベースに、バリアングル液晶になったりで、Vlog 向けということで、Vlog 向けのカメラが出るかどうかもまだ現状ではわからないんですけども、そういったね噂が出ているということで、この辺のねマイクなんかも ZV-1 のようなね大型のマイクが搭載してくるのではないかなって僕は思っています。なのでもしかしたらこのね EVF ファインダーですねがなくなるかもしれないですね。ここにマイクが大きいのがついて、ホットシューがここにつくっていう感じで、でファインダーがなくなるのではないかなっていうふうに僕は思っています。で他にはねやっぱり FX3 で搭載されていたタリーランプなんかも搭載してくるのではないかなっていうふうに思っています。で他にはね Vlog 向けということで、この α7S3 にも搭載されている、動画時のねアクティブ手ブレ補正なんかも入ってきそうですね。で ZV-1 で入っているような商品撮影モードとか、ワンタッチ背景ボケ機能とかも入ってたらいいなっていうふうに思っています。現状のねソニーの今発売しているカメラから、想像するとその辺は入れてくるのではないかなっていうふうに僕は思ってるんですけども、どうでしょうか。でさらにね、僕が動画撮影していて、こうあってほしいとかねいうような思いを込めて、先ほどのね話と被ってくる内容もあるんですけども、ちょっと話していこうかなと思います。で僕がねこの Vlog カム、APS-C のレンズ交換式の Vlog カムに、求めることなんですけども、10点ほどありまして、1つはね強い手ブレ補正ですね。で2点目が、
マイク性能で、3点目が内蔵 ND フィルターで、4点目がタッチメニューで、5点目が新しい、まあ、S3 に搭載しているようなカラーサイエンスで、 4K60p で、422の 10bit で、静止画動画の独立設定で、ワンタッチで静止画と動画が切り替えれるようなモード切り替えで、カメラ内でタイムラプスが動画生成できるというような10点、これをね僕はちょっと求めています。まあ、一つずつねそれを説明していきますと、まずはねもう正直僕的にはもうこのカメラ1台で出かけたいんですね。まあ、ジンバルとかね、まあ、ND フィルターとかマイク、外付けのマイクとかもうそういったものは一切つけずにもうこれ1台で、まあ、出かけたい派なので、まあ、できたらねもう機材を持っていく機材を増やしたくない、そういった思いからの要望なんですけども、やっぱり一つ目がね強い手ブレ補正ですね。これ動画撮影においては誰もが求めていることかもしれないんですけども、やっぱり手ブレ補正、強い手ブレ補正が入ってほしいです。まあ、現段階ではねこの α7S3 に入っているアクティブ手ブレ補正っていうのは純正レンズを使うことによってかなりね強い手ブレ補正、まあ、強い手ブレ補正の効果があります。まあ、これはねソニーさんの方にもねこの 7S3 の時に確認したんですけども、純正レンズの時は、まあ、サードパーティー製のレンズに比べて、まあ、効果を発揮しますので、まあ、そういったアルゴリズムになっているんでしょうね。まあ、それでも大丈夫なんですけども、まあ、それも強い手ブレ補正、ジンバル使わなくてもいいような強い手ブレ補正が入ってほしいと思っています。で続いてマイクですね。やっぱりね Vlog ということで音声にもやっぱりこだわりたいので、まあ、こういったね ZV-1 にも搭載されているような大きなマイクを搭載してほしいなと思います。でよく言うと指向性ですね。まあ、指向性が切り替えれるようなマイクを搭載してほしいなと思っています。でこのモフモフもまあ、ぜひつけてくれたらなと思います。はい、そしてね次がね動画撮影で必須な ND フィルターですね。まあ個人的にはね可変 ND フィルターじゃなくてボディ内の内蔵 ND フィルター入れてほしいんですけども、まあよく言うとね本当に可変 ND フィルターですね。まあ、ND2 から静止の時で開放で撮りたいので ND128 ぐらいその辺までは入ってほしいなと思います。まあ、この ZV-1 のような ND8 のような単体ではなくて、まあ、ND2 から128ぐらいまでの切り替えれるような ND フィルターが内蔵してくれたらなと思います。まあでもねこれ以前のね FX3 かなんかの時にあるメディアでソニーさんに質問している対談みたいな記事を読んだことあるんですけども、まあ、現状ソニーのね技術ではこのボディ内手ブレ補正ですね、ボディ内手ブレ補正とこの内蔵 ND フィルターっていうのをまあ、一緒にね入れることがまあ難しいというふうに書かれていました。なので、まあ、FX3 にはまあワンオペでできるようなその気軽にね撮影できるようなボディ内手ブレ補正を優先して入れて ND フィルターは搭載できなかったっていうふうに書かれていたので、まあ、技術がね進歩してたら入ってきてほしいんですけども、まあ、現状ではね、まあ、難しいようなことを書いていたのでこれは難しいかなと思ってるんですけども、まあ、動画撮影する側からすると入ってほしいなっていうような気持ちです。はい、続いてねタッチメニューなんですけども、まあこれはね6600のベースで、まあ、入ってくるのではないかなっていう感じで僕は予想しているので、まあ、難しいかもしれないんですけども、このね α7S3 に入ってるような、まあ、タッチメニュー入ってくれたらいいなと思います。まあこれはね自撮りしてる時とかにね非常に便利なので、まあ、入ってほしいなっていうふうに思うんですけども、でさらにね欲しいのがこの前面に何かに、ね、カスタムボタンがあればいいなと思います。まあ、と言いますのはこの自撮りしてる時とかねメニュー画面出して設定変更してしたい時に、まあ、1回1回ねこの裏側にしかねボタンがないので結構のめんどくさいんですね。まあ、例えば YouTube とかね今撮影してるようなシーンで設定変えたい時なんかも、まあ、メニュー画面出す時に結構手間かかりますので、まあ、この前面のどっかにカスタムボタンでも何でもいいんですけども、まあ、マイメニューとかねメニューを振り当てできるような、まあ、ボタンがどっかについてたらいいなっていうふうに僕は思います。まあ、そうすることによってねこのどっかボタンメニューを押して自撮りとかねしてる時でもメニューボタンを押して、まあ、そのままタッチで設定変更できるような、まあ、そういった感じの、まあ、ボタンとかタッチパネルが搭載されていたらいいなっていうふうに思います。まあ、あとはねやっぱり動画撮影において、まあ、みんなが多くの人がね、まあ、悩んでるかもしれないんですけどもやっぱカラーグレーディングを簡単にしたいということで、まあ、この α7S3 に入っているような、まあ、新しいカラーサイエンスですね、まあ、クリエイティブルックとか、
まあ、S シネトーンですね、そういったのが入ってほしいなと思います。でそのカラーグレーディングのつながりでいくと422のね10ビットも入ってほしいなと思います。まあこの辺りはね多分新しいビヨンズ X 画像処理エンジンのビヨンズ XR ですかね、あの辺を搭載してこないと無理っぽいような話を、それもねまた対談かなんかで見たことあるんですけども、まあ、このタッチメニューとかそういったものは新しいビヨンズ XR ですね、そのおかげでできるようになったって書いてましたので、まあその辺を搭載してこないと難しいと思うんですけども、やっぱりね Vlog カムということでそれはぜひ載せてほしいなと思っています。で、あとフレームレートなんですけども 4K の、ね、120fps までは言わないんですけども 4K のね 60fps 乗ってほしいなと思います。で他にはこの α7S3 にも入ってるような動画とね静止画の独立設定ですね、これですね、静止画と動画の独立設定ということで α7S3 とか α1 には、まあ、こういったね独立設定ですね、静止画と動画で、まあ、別々の設定を選択できまして、まあ、例えば動画でねシャッタースピードを60分の1でピクチャープロファイルを S-Log とかに設定してたとします。で静止画写真撮りたい時に切り替えると、まあ、その設定を引き継がずにもともとね静止画にしていた設定になるというような独立設定、まあ、これがね搭載してほしいなと思います。まあ、やっぱりねいちいちね静止画とね動画の切り替えるたびに設定変更するのは非常に面倒くさいので、まあ、この 7S3 でねその独立設定非常に役に立ってますので搭載してほしいなと思います。まあ、このメモリーのところに、まあ、登録しておけばいいんじゃないのかっていうふうに思うんですけども、やっぱりね独立設定非常に便利ですのであってほしいなと思います。でさらにね個人的にはねこの ZV-1 にもしかしたらこのボタン類とかを寄せてくるのではないかなっていうふうに思っているので、もしかしたらモードダイヤルですねがなくなる可能性、 FX3 なんかもねないので、まあ、もしかしたら物理的なねモードダイヤルがなくなるかもしれないので、まあ僕的にはねこの ZV-1 のこのモード切り替えですね、このモードボタンを押してこの静止画とかねなんか複雑な使わないようなモードも入っているので、変える時にね静止画と動画変えるだけでもね結構めんどくさいので、まあこれじゃなくて、まあ、例えばねこの DJI ポケットですね、まあ、DJI ポケットのように、まあ、ここのボタンを押すだけで、まあ、動画静止画っていう風に簡単に切り替えれるんですね。ワンタッチで動画静止画で、その他にもねこの画面を右に持っていくとこのさらにね静止画の詳細な設定っていうのができます。まあ、こんな感じで、まあ、どこかにねボディのどこかに、まあ、静止画と動画を簡単にワンタッチで切り替えられるようなボタンがあって、まあ、さらにねその静止画にした時にその静止画の詳細な設定っていうのが切り替えられるような、そういったね、まあ、誰にでもね使いやすいようなモード変更のモードダイヤルにしてほしいなっていうふうに僕は思います。まあ、結構ねその静止画撮らない人にとったらどうでもいい話かもしれないんですけども、やっぱりね結構この ZV-1 にしてもモードの切り替えが複雑なので、まあ、ワンタッチでね動画と静止画だけ切り替えられるような別のボタンも用意してほしいなと思います。はい、最後なんですけどもやっぱりタイムラプスですね。あのボディ内でタイムラプス動画を生成できるような機能が欲しいです。まあ、欲しいというか僕は個人的にね静止画のローデータから、まあ、タイムラプス作った方が断然綺麗なのでそっちで作る派なんですけども、まあ、Vlog カムとなるとねやっぱりねカメラ内で、まあ、気軽にタイムラプス動画を、まあ、作ってくれたら助かる人がほとんどじゃないのかなっていうふうに僕は思うので、まあ、それはねぜひカメラ内でね生成できるようにしてほしいなっていうふうに思います。昔のねソニーのねあのタイムラプスがアプリで入れる頃は動画をね作ってくれてたんですけども、まあ、最近のねこのインターバル撮影になってからは、まあ、インターバル撮影しかできなくなったので、まあ、そのあたりはね Vlog カムとして出されるんだったらタイムラプス動画もねこのカメラ内でできるようにしてほしいなと思います。はい、以上が僕がね、まあ、もうじき発売されるこの APS-C の、まあ、Vlog カムかなんかちょっとまだわからないんですけども、まあ、Vlog 向けに出されるようなカメラだったとしたらそういった機能を組み込んでほしいなと思います。まあ、欲しいというかもう要望してもまあ、出来上がってるのでどうしようもないんですけども、まあ、そういったねカメラが出てくれたらいいなっていうふうに、まあ、僕の希望です。はい、ということでね、まあ、もうカメラだけで、まあ、Vlog が簡単に撮れる、言ったらねジンバルとかねマイクとか外付け しなくていいようなねそういったねカメラが登場してくれて、
まあ、初心者の方でもね、この一眼ですね、レンズ交換式のカメラを簡単に扱いできるようなモード変更とかね、まあ、そういったところもね搭載してほしいなと思っています。ソニーのね APS-C のカメラっていうのは、まあ、この6600と今ね撮影している6400で6100という風なラインナップで出てるんですけども、まあ、正直ね、まあ、6400と6600にしても手ブレ補正が入ってるか入ってないかぐらいの違いで、あまりね機種間の間で、まあ、フルサイズと違って大きな差別化がないと思いますので、まあ、今回ねもし出されるんだったら、まあ、動画モデルとしてね撮影できる Vlog カム、それと、まあ、本当にね6600のような後継機ハイエンドモデルですね、画素数がねちょっと多めの、まあ、静止画もしっかり撮れるハイエンドモデルっていうようなモデルをねまた差別化して出してほしいなっていうふうに、まあ、ユーザーとしてもね選びやすい環境のモデルを出してほしいなっていうふうに僕は思います。はい、ということでね、こんな感じで、まあ、もうすぐおそらくですけども発表される、まあ、APS-C のミラーレスカメラについて、まあ、ほとんどねもう僕の勝手な予想なんで、予想というかこうあってほしいというような雑談なんですけどもお話ししてきました。はい、皆さんね、まあ、6400ユーザーとか、まあ、ZV-1 ユーザーもね、まあ、この ZV-1 で初めてねこういったカメラデビューした人も多いと思いますので、もしかしたらねレンズ交換式のカメラに興味持ってる人も多いと思いますので、まあ、よかったらねそのカメラについて、まあ、どんなことを求めているかとかありましたらまたコメントいただければ、まあ、皆さんね楽しめると思いますので、よかったらコメントください。はい、本日の動画はね、まあ、間もなく発表されそうなソニーの APS-C のミラーレスについて話してきました。はい、またね発表までいろいろと噂情報流れてくると思いますけども、まあ、楽しみながら期待していこうかなと思います。はい、本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。